探索23日目。お菓子一つ足りないぞ。ねえ、17分の18。チェリーが1個足りないんだよ。多分。見た感じ。いや、チェリーは今取ったか。もう今日からラストダンジョン攻略に行けると思ったんだけどな。おかしいな。何よりも一つだからな。やることがないんだよね。多分ね、戦ってないやつね、水晶体のやつだと思うんだけど。中。ここだ！ここだー！ここだー！これあるのは覚えてたんだけど、あれ？ここじゃなかったっけ？このマップじゃなかったっけ？って思っちゃったよ！別にこいつそんな強くないんだよな。一日かけて戦うような敵でもないんだよな。しゃあなし。いや、今のは先日で終わってたな。じゃあまあとりあえずね、せっかくなんでここ向かって羽ピクミンにね、まず木の実を貯めさせる行動をしながら残り50匹で戦おう。よっ、お前らまだ生きとったんか。我行け。逃げ惑う敵を倒すのはやっぱ意外に大変なんだよね。よっ、あー、やっちゃったな。もっとマップ引けよお前たち。ジャバ。爆弾使う。ここの先か、分かりにくいな。敵がいることになってる。おお、1匹いることになってる。ここか、分かりにくい。おお、しかも壊さなきゃいけないところもあった。何がいるかも覚えてるんだけどね。50匹でも遅えな。シート技使っちゃいます。激辛スプレーを使って壁を壊す。もったいないわ。おっさんとおばさんはそこにいて。若者の特権ってなんだろう。暴言かな。嫌な特権だな。やめてよね。サイが僕に勝てるわけないじゃない。いるじゃん。おっさんの仕事はあれでしょ。おとりになるぐらいしかないんだから。すっごい飛んでるよこいつは。やれ、意外に強いこいつらをやるんだ。やったか。あと一匹。さすがに岩ピク作らんときついよね。岩ピクミンを作りたい。これ岩ピクなしで勝てんのかな。私にはそれがわからない。それにめんどくさいけど強くはないからね。あ、でもこうやって見ると4分の1しかかってるな。爆弾持ってきてね、直接爆弾でぶっ倒しちゃってもいいしね、これ。ちょっと距離が悪いね。よし、岩舞台おっさん。
勝った勝った こいつは硬い。よし、チェンジゲッター。この岩を持って帰るためにね、戻すか。犠牲は少ない方がええ。はまれー。待って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 、痛い残ってる痛い残ってる、やめてー。よっ、ん、なんか今嫌な音が。何が起きた？なんか襲われたんだけど。まあいいか。長い人生ね、原生生物に襲われることもあるじゃろ。あるじゃろって。じゃあ無防備になったこいつをね、みんなで手殴りにする。簡単なお仕事の始まりじゃ。くらえ、ロックオンしながら回りながら戦うのじゃ。ザドが梅じゃ。梅は梅。食えろー。よし、やること終わったけど、思ったより時間かかったな。ほぼ丸半日かかってるから、うん、これはやっぱ先にここをちゃんと一番初めに向かっとかないとまずかったね。まあ入れ替えとかいろいろあるからね、ここ。おっさん、入るか。凱旋じゃ。残った時間は暇だからね、60匹のピグミンでいろんな生物を皆殺しにしていくというね、時間になります。まずはお前からじゃ。来い来い、突きやり、やれやれ、逃がすんじゃないぞ。やべ。あお、弱っ。相手に押された。危ねえな。あお、弱っ。今そこで襲われたな。やっぱね、青ピクミンはね、楽しくないね。弱いから。そう、私に必要なのは赤ピクミンだよ。赤ピクミン、力こそパワー。これさえ回収あればね、もう今日すること終わりだから、余った時間はあの虐殺に、虐殺に行く。さあ、そしてちょっと誰に増えてもらうかを考えよう。一番少ないのは岩と、まあぶっちゃけどうでもいい。誤差だよ、誤差。まあ最終戦は戦いが待ってるから。まあ、虐殺の旅に行きましょう。青でいいっす。めっちゃめんどくさいっていうのが、ね、正解。正解はめんどくさいでした。よし、暇な時間の尺を使ってね、皆殺しに行こう。ということで、残ってるやつ、この辺のめんどくさいやつは後回しだね。この辺だね。こっちじゃ。いいぞー。ちなみにね、このピクミンはね、増えることはしないからね。ただ虐殺だけを楽しむ
これが本当のピクミンの姿。やっべ、これケツに丸は手段がない。目を狙え、目を狙え。目だ、目だ、目だ、耳だ、鼻だ。他どこあんの目以外どこにあんの。やっぱ敵も強くなってる。目だ、耳だ、鼻だ。目以外の場所わからんけど。目があることはわかるけど、それ以外はわからん。さて、お前たち報酬の蜜じゃ。お、こんなところに赤蜜、赤蜜もあった。赤蜜他倒すのいたっけな。お、あの奥はね、入るのちょっと行くのがめんどくさいんで行かない。チーズ。チーズ。チーズ通り魔です。通り魔届けに参りました。あら、こんなところにメモリがいらない。あと4分の1日。戦いはないのか、ね、おい、戦いはないのか。おお、あるじゃないか。突撃。嫌な通り魔だぜ。こっち行くか。もうね、数は十分。増えるための戦いなどいらぬ。ここ段差あんじゃねえか。逆ルートでもあるか。マジカル逆ルートくん、しっかり。まあ、アルフくんはこの10匹を犠牲にしないためにあそこに移動しておこう。おっさんはとりあえず、ね、ここに。そして地に植えた、ブリトニーは殺害に行く。殺害予告。この地球上だよね。地球上にいる原生生物を皆殺しにする。正面から行っても相手は一瞬である。50匹。100匹に比べるとこれでも半分しか威力がないわけだからね。そう、皆殺しできるのか。こいつは強いんだけどさ、めちゃくちゃ。バカ野郎、増えなくていい。お前たちは増えなくていい。これ以上増えたら生態のバランスが崩れてしまう。強い。確信、強い、確信。もうやることねえな。あの辺長女でしょ。長女と虫でしょ。さすがにそれはめんどくせえや。帰るか。18個。僕はたまんないね。いいや。ルートがわからんじゃないか。いや、帰ってくるの待つか。その方が早い。にしてもたまったな。あと18回も使えるぜ。帰ってきてる。よし、合流。よし。これにてこのマップの平和は保たれた。ピクミンの楽園になったのである。着いた。合流。
全ピクミンを片付ける。オーケー、よし、地上ゼロ、オーケー。さあ、あとはラストダンジョンのみ。これ、美味しいのよね。梅でしょ？梅はちょっと酸っぱいよ。コンプリートしたけどさ、最後中途半端な容量で残ってるぜ。足されないし。あ、うまい。まあ27日はかからんだろう、さすがに。っていうことは50日か。激辛モードは50日以内にクリアしなければならないってことだ。ついに私たちは探索可能なエリアにある食料資源を全て回収したのである。あとはワープドライブキーを回収して帰るだけね。